イーストインディアドックベーシンに停泊しているインディアマン、レパルスインディアマン17世紀から19世紀にヨーロッパ各国の東インド会社において認可もしくは契約下で運用された貿易船の総称。特にデンマーク東インド会社、オランダ東インド会社、イギリス東インド会社、フランス東インド会社、ポルトガル東インド会社、スウェーデン東インド会社の 格闘インド会社に所属していた貿易船の呼び名である。イギリス東インド会社で用いられていた一部のインディアマンはティークリッパーとして一般には知られているものもある。イギリスにおいてイギリス東インド会社は希望峰から本岬にかけてのすべての貿易の独占権を与えられていた。この特権は1600年にエリザベス1世から認可されたもので。 18世紀から19世紀初頭にかけて次第に撤廃されてゆき、1834年には完全に失われた。イギリスのインディアマンは主にイギリス本国と希望本、そして主要な目的地であるインドのマドラス、ボンベイ、カルカッタの間を航行した。また、しばしば中国にも立ち寄ってから希望ミネやセントヘレナ島を経由してイギリスに戻った。 イギリス東インド会社の独占が失われてからは、この種の旧来の形式のインディアマンは売り払われた。そして重武装の必要性が薄れたことからも、より小型で高速のブラックウォールフリゲートと呼ばれる貿易船に置き換えられた。オランダ東インド会社所属のインディアマン、アムステルダムの原寸大レプリカインディアマンは17世紀から19世紀に、デンマーク、オランダ、イギリス、フランス、 スウェーデン、ポルトガルなど、ヨーロッパ各国の東インド会社において運用された船舶の総称である。インディアマンは、乗客貨物両方を乗せ、また海賊から自身を守るために武装していた。当初、インディアマンは搬送のスピードよりも、できる限り多くの荷物を運ぶことを主眼として、建造された。東インド会社が、 独占的にインドや中国との貿易を行っていたことがこのデザインの理由だった。重い大砲を備えるためにインディアマンの船体は大抵の同時期の戦闘艦と同じように上甲板よりも喫水船のあたりの方が幅広くなっていた。上甲板の大砲をより船の中心線に近づけ復元力を増す構造となっていたからである。この構造は タンブルホームとして知られている。インディアマンは通常に層の完全な甲板を選手と一段上がった千尾楼甲板の間に備えていた。千尾楼甲板とその下の甲板には窓がはめられた千尾楼があった。そして千尾楼の重さを支えるため、船体のラインは千尾に向けてずんぐりとしていた。この船体ラインの特徴は搬送速度の低下をもたらしたため、 インディアマンの貿易船としての欠点となり、重武装する必要性が薄れた後期の船では次第に採用されなくなった。インディアマンは18世紀後半から19世紀にかけて建造された最大級の商船であり、一般的に1000トンから1400トン前後だった。1795年にはデトフォードでアール・オブ・マンズ・フィールドとラッセルズという 最も巨大なインディアマン2隻が建造された。英国海軍はこの2隻を購入し、各々、ウェーマス・トマドラスと名前を変えて56門の4等艦に改造した。船体の全長は約53メートル、そのうち流骨は44メートル、幅は13メートル、喫水は5メートルで1426トンを誇った。イギリスでは、 エリザベス一世が1600年に貿易独占権を東インド会社に与え、この独占は1834年まで続いた。この東インド会社は事業範囲をイギリス本国とインドの間の貿易以上に拡大したが、インディアマントは主に17世紀から19世紀初頭にかけてその貿易事業で用いられた船を指す。プロオーラの海戦、小船団を防衛する。 インディアマンとフランスの襲撃艦隊フランス革命、戦争やナポレオン戦争の間、インディアマンはしばしば軍艦に似た塗装を行った。攻撃側は、訪問が本物か塗装によって偽装されたものなのか、判断できず、またインディアマンの中には実際かなりの大きさの大砲を積んだ船もいた。イギリス海軍は何隻かのインディアマンを徴用し、4等艦に改造し、 呂獲のために商船を探し求める軍艦を混乱させ続けた。場合によってはインディアマンはフランスの攻撃を跳ねのけることすらあった。これらの中で最も有名な事件は1804年のナポレオン戦争中にインド洋で発生したプロオーラの海戦である。ナサニエルダンス大小指揮下のインディアマン16隻と他の商船10数隻の船団は シャルル・アレクサンドル・レオン・デュラン・リノワ・提督が率いる74門、戦列艦1隻とフリゲート2隻、タコ型艦2隻からなるフランスの襲撃戦隊を撃退した。疾風家のインディアマン・インディアマン、グロスベナーのナンパ歴史学者のフェルナン・ブローデルによると、18世紀や19世紀、初頭、最良もしくは、最大のインディアマンのいくらかはインドで建造された、ものだった。 これらの船はインドの造船技術を用いて作られ、インド人船員が乗り組んでおり、特に船体に使われたインド産の地域材は付近の海域に適していた。そして中国への航海に使われることが多かった。蒸気船が就航するまでイギリスの東洋での輸送はこれらのインド聖船によって担われていた。ヨーロッパまで航海した船はなく、 イギリス本国の港からも締め出されていたが、何百隻ものインド製、インディアマンが軍艦等も含む他の船と共にイギリスのために建造された。その中でも1000トン、乗員150名のスーラトキャッスルや800トンで乗組員125名のロージャーファミリー、1300トンのシャピンダーなどが有名だった。スウェーデン東インド会社のインディアマン、 ゴシボーグの原寸大レプリカその他の重要なインディアマンとして1176トンの亡霊が挙げられる。この船は1788年にジョン・ペリーによってブラックウォール・ヤードで建造され、1795年にイギリス海軍に購入されて軽かったと解明された。1803年、この船はオーストラリアのポート・フィリップへの入植を確立するための輸送に使われた。 この輸送は後に、両船のオーシャンによって、タスマニア島のホバートのためのものへと移行した。カルカッタは1805年に、シリー諸島近くで、フランス海軍によって旅獲され、1809年の、バスクロードの海戦で座礁しフランス人船員が、この船を放棄した後、イギリスの切り込み隊によって燃やされた。また、1200トンのアーニストンも有名なインディアマンで、ある。 この船もイギリス海軍によって英国本土からセロンへの部隊輸送として雇用された。1815年、軽度を測るためのマリンクロノメーターの不備と不正確な推測広法によってアガラス岬の近くで難破し372人の犠牲者を出した。ブラックウォールフリゲート、マダガスカル次第にイギリス東インド会社の独占が失われてゆくと、共に商業目的では、 インディアマンのような強力な武装を施した船は必要とされなくなっていった。そして1830年代後半には、より小型で高速のブラックウォールフリゲートと呼ばれる船が建造され、インドや中国との搬送貿易の時代の最後を飾った。ありがとうございます。